切ですよ。そこまでやるんですか、ガンダム。貴様は電子レンジに。いかなく。皆さんこんにちは。ゆっくり解説の霊夢です。解説のマリサだぜ。今回は、ベスパの磁気種翼汎用型量産モビルスーツの解説になります。今まで、解説したベスパモビルスーツは、どちらかといえば、極地型が多かったが、今回解説するモビルスーツは、汎用型量産機になるんだぜ。へぇ。ということは、従来の量産型モビルスーツよりも、とんでもないくらい、強力な機体って、ことなのよね？どちらかといえば。さらに、扱いやすくなった、高性能機という感じかな。ああ、そういうことなのね。では、そろそろ、この、リグ、シャッコー、について、解説を始めるぜ。ゆっくり見ていってね。今回解説するモビルスーツは、ZMS-22S、リグ、シャッコー、になります。リグ・シャッコーは、ベスパが開発した、ゾロアットに次ぐ、磁気種翼量産機になるぜ。ああ、そっか。劇中では、ゾロアットはすでに、旧式なのよね。そうだぜ。そして、磁気種翼機開発としてまず、試作機として、開発されたのがこの、ZMTS-12G、シャッコー、になるぜ。へえ、まず別に、テスト機を作ったわけね。そうだぜ。そして、磁気種翼機のデータ収集のために、各地で運用試験が行われていたぜ。なるほど。汎用量産機だもんね。そうだぜ。全領域での、モビルスーツ戦を想定しているので、内蔵兵装を最低限度にして、その代わり、格闘性能や、白兵戦能力を重視した、設計になっているぜ。近接戦重視型ってことなのね。一応遠距離戦も可能だぜ。なんせ右肩部には内蔵2連装ショルダービームガンを装備、他にも試作型ビームライフルも装備しているぜ。ああ、こう見ると本当に汎用機なのね。そうだろうな。なんせリガミリティアの兵装も使用可能だからな。お互い使用しているのは、サナリーの技術だしね。もちろん、ビームサーベルも装備しているが、さらに、宇宙空間でのテストの後に、ベスパのイエロージャケットに配備されて、地上でテストされる際には、ビームローターを使用したぜ。ビームローターまで、使用できるのね。すごい汎用性だよな。もちろん、基本性能は、ゾロを上回るしな。そして、シャッコーは、地上での運用試験が、行われて、優秀な操作性が、証明されたぜ。おお、つまり、イエロージャケットのパイロットが、その性能を、十二分に発揮したわけね。性能を十二分に発揮したのは、現地の少年だぜ。またまた、少年がいきなり登場して、ベスパ最新鋭機の性能を、発揮できるわけないでしょ。いや、だからこそ、シャッコー自体に改善すべき点が確認されたものの、ただの少年が運用できたという点が、ベスパ上層部の一部が優秀な操縦性の証明と判断したんだぜ。なるほど。でも、なんでそんなに、操縦性にこだわるの？いやー、ここが、ザンスカール帝国最大の問題点で、ザンスカール帝国自体小規模であり、つまり、慢性的な人手不足なんだぜ。結果、ガクトさえ動員した状況なので、こういった優秀な操縦性のモビルスーツが必須だったわけだぜ。ああ、なんだろ、いつでも人手不足よね。まあ、そういう意味では、戦争は数だよな。そして、シャッコーは即時量産化されて、ZMS-22S、リグ、シャッコー、として正式量産されるぜ。なるほどねー。そういった経緯なのね。では、リグ、シャッコー、について詳しく解説するぜ。
リグ尺校は、試作機であった尺校を、運用テストの結果を反映して、優秀な操縦性を維持しつつ、機体性能を強化した、量産機になるぜ。へえ、テスト機の時でも、十分高性能って、思えるけど、さらなる改良を行っているのね。そうだぜ。特に、格闘、白兵戦能力を主眼として、設計されているぜ。え、なんでまた？これは、ザンスカール帝国が実はまだ、サイド2圏内のコロニーを、すべて掌握できていない上に、地球侵攻と同時に、サイド2の連合艦隊とも、戦う必要性があったからだぜ。つまり、本国の防衛任務も、行うことを想定しているために、このような設計になったわけだな。ああ、要するに、どうしても、近接戦闘が多くなる上に、学徒兵が多いから、操縦性も容易な方がいいと。そういうことだぜ。なんだか、大戦末期の兵器みたいな感じね。まあ、それだけ、人、がいないんだろうな。もちろん、汎用機なので、地上用と宇宙用で、設計の変更はなく、追加装備の換装だけで、対応可能となっているぜ。なるほどねー。他にも、特徴があるのかな？あるぜ。では、リグ尺校について、もっと詳しく解説するぜ。まず、リグ尺校は、尺校の時に、右肩に装備されていた、2連装ショルダービームガンは、廃止されているぜ。ああ、内蔵兵器は、極力減らす設計にしたのかな？その代わりに、ビームストリングスを装備していて、ハードポイントも4箇所装備しているぜ。これってつまり、兵装を変更する仕様にしたってことよね？そうだぜ。そのため使用する兵装はかなり多いぜ。兵装を解説すると、ビームライフル、ビームサーベル、ハンドビームガン、ビームストリングス、ビームシールド、またはビームローター。他にも、ビームファン、があったぜ。どちらかといえば、近接戦闘重視の兵装が、多いわね。そうだな。さらに機体自体も、出力の向上、装甲素材の変更、バックパックの再設計など、かなりの仕様変更と改良が、加えられているぜ。へえ、そういった意味では、次期主力量産機、ってことなのかな。そうだな。これは、尺校自体の、データ以外にも、ゾロやゾロアットなどの、量産機の運用データを、フィードバックして、反映したからなんだぜ。その結果、ゾロアットを上回る攻撃力を持つ、高性能機として量産されて、各方面に配備されたぜ。なるほどねー。各方面ということは、バリエーションもあったのかな？バリエーションは、意外と少ないな。イエロージャケットに配備されたのが、リグ、尺校、ビームローター装備型。本国に配備されたのが、リグ、尺校、近衛師団仕様、だぜ。ああ、近衛師団に配備されるってことは、それだけ優秀な機体だったということなのね。そういうことだな。そして、このモビルスーツ以外にもベスパは、どんどんモビルスーツ開発を行うぜ。どう考えても、モビルスーツの数も人員も規模も、ベスパ？いや、ザンスカール帝国の方が、圧倒的だと思うのだけど。まあ、だからこそ、リガミリティアだけでは、戦えなかったし、ビクトリーガンダム、ガンブラスター、だけ、でも戦えなかったというわけだな。第7回いかがでしたか？この衛士団仕様に関しては、立体化されたら、もっと詳しく解説するので、お楽しみに待っていてくれよな。立体化するのかな？まあ、立体化していない、ベスパ機動兵器は、多すぎるからな。ただ、その中でも、立体化している、大型機動兵器を、次回解説する予定だぜ。この時代で、全高20メートルを超えるって、かなり大型よね。そうだな。
さらに、可変器、だしな。なんですと？では、次回はこの、ZMD11S、アビゴル、の解説を行うので、楽しみに待っていてくれよな。それでは、また次回お会いしましょう。また次回会おうぜ。では、ゆっくり解説次回。人食い、虎。この戦いで、少年は、成長し。そして、少年は、戦士、となる。